してもらいたいと思います。私はこれからここで補正の説明をさせていただきます。太田と言います。よろしくお願いします。皆さん、新幹線はどうやって動いているか知っていますか？新幹線は電気のエネルギーで動いています。電線から新幹線についているパンタグラフを通して新幹線に電気を確保しています。この補正車は電車と同じで、この電線を点検したり直したりするために使うのが補正車です。この補正車は電車と同じで何両も連結して走ることができます。今から補正車を2両連結したまま動かしてみたいと思います。今日連結させて動かすのは電線を点検するときに使う右にあります車両の作業車と、電線を取り替えるときに使う左にあります延線車を使用したいと思います。それではまず作業車と延線車を連結します。よろしくお願いします。
線の点検や取り替えをするときはこの作業台に乗って行います。使用者は運転席と作業台の両方で運転することができます。今度はこの作業台に乗って運転をしたいと思います。よろしくお願いします。放射作業からの景色はどうですか？最高です。
ています。これで高所作業車の説明を終わります。いかがでしたでしょうか。今日説明したように保守用車にはいろいろな種類と機能があります。この保守用車を使うことで電線や電柱の点検をしたり直したりして新幹線の安全を守っています。皆さんが次の新幹線に乗るときは保守用車の活躍と作業員の頑張りで新幹線の安全が守られていることを思い出してもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。